こんにちは。綺麗な姿勢で健康になるビジネスマネストレッチ講師の藤井春子です。今回は最大の効果を狙う深呼吸の方法についてお話しします。ラジオ体操でも定番の深呼吸、皆さん何気なくやって気持ちいいなだけで終わってしまうとちょっともったいないです。深呼吸を行う体の動きや速さによって深呼吸プラス上半身のストレッチの効果があります。深呼吸とともにストレッチを行えばしっかりと吸って取り込んだ酸素を筋肉の中に張り巡らされている血流に乗せて全身の隅々まで届けることができます。ぜひ単なる深呼吸だけで終わらずストレッチの効果も踏まえていただいて一番効率的で一番効果的な深呼吸を行ってください。それでは具体的な深呼吸の解説をしていきたいと思います。深呼吸の動き大きく分けて2つあります。1つ目は両手を大きく横に開いて行う深呼吸、2つ目は両手を大きく上に開いて行う深呼吸です。それぞれストレッチされている部位が違います。1つ目のストレッチは大きく両横に手を開くと胸の筋肉がストレッチされます。そして上腕の筋肉もぐーっと伸びてストレッチをする効果があります。そして少し後ろまで開くことによって背中の筋肉がぎゅーっと内側に寄り肩甲骨がぐーっと内側に収縮できるストレッチになります。この3つのポイントがあります。そして2つ目の腕をぐーっと大きく上に開くストレッチ、これはまず脇をぐーっと上に伸ばすストレッチ、そして体の前面お腹の筋肉をぐーっと伸ばすストレッチ、そしてさらに上に上げた手をぐーっと後ろに反らすことができると背中全体の筋肉をぎゅーっと縮めるストレッチの効果、この3つの効果があります。どちらが正解ということではなく自分が深呼吸とともにどの部分をストレッチしたいかによって使い分けていただくと効果的です。例えば2回行う際に1回目は大きく横に開いて深呼吸をする、そして2回目は大きく両手を上に開いて深呼吸を行っていただいたら深呼吸2回とともに上半身を縦にも横にもストレッチする効果があります。そして行っていただく時のポイントですがどちらもたっぷりと息を吸ってゆっくり時間をかけて自分の限界まで吸って体を伸ばすようにしっかりと伸びたなという感触を自分で感じていただきながら行うことがポイントです。筋肉をしっかりと伸ばすことによって筋肉を組織している筋繊維一つ一つをしっかりと限界まで伸ばすことにより筋肉を鍛える効果もあります。伸縮性を高めていく効果もあります。せっかくやるならゆっくりと時間をかけて行っていただくと一層健康効果が高まります。では解説はここまで。最後に一緒に深呼吸を行いましょう。足幅は肩幅かそれよりも少し広めに開いてください。足の先は自然に外向きに自分が安定するところで結構です。そして軽く股関節と膝関節と足首を緩めるようにしてください。関節を緩めることによって体の筋肉が緩みやすくなりますのでその辺
レッチの効果を感じながら、ゆっくりと吐いて緩めていきます。呼吸を整えたらもう一回いきましょう。ぐーっと息を吸って、両手を大きく横に開いて、胸の筋肉ぐーっと伸びて、上腕の筋肉ぐーっと伸びて、肩甲骨がぐーっと縮む感触。息をふーっと吐いて緩んでいきましょう。呼吸は自然に続けてください。それでは今度は上に開いていきましょう。ぐーっと息を吸って、両手を大きく上に開いて、脇腹を背中がぐーっと縮まる感触を感じて、息をふーっと吐いて緩みます。呼吸を整えていただいたらもう一回いきましょう。ぐーっと息を吸って、たっぷりたっぷり両脇腹、お腹ぐーっと伸びて、背中はぎゅーっと縮まる感触、ストレッチを感じて、息をふー吐きます。呼吸は自然に続けてください。体の中で緩む感触を感じましょう。深呼吸が一層気持ちよく感じたなと思えたら、とても上手にできています。ぜひ深呼吸を行うときに、両手を大きく横に広げるか、それとも両手を大きく上に広げるか、